これ続きですね。あと、アートカミオンの、なんだっけ、ガイデンのね。とりあえずその、さゆりさんが指輪を落として、それを東京に届けに行ったと。で、間に合うかな、彼女も、東京、日本を出るみたいだからね。船乗るのか知らんけど。飛行機かな、まあいいや。なんか落ちてたのかな、さゆりと叫んでますね。あ、間に合った。どうしてここに？この指輪届けたかった。私の指輪。いいですね、こういう感じ。よかった。諦めかけてたんです。この指輪をなくしちゃってたら、私。港で一生懸命探したんでしょうね。でも、まあ、見つからんですよね。公園だから落としたのね。そう、そしたら向こう行ってもらえちまうぞ。いいね、こういうのね。はい。私、いろいろお世話になってしまって、なんてお礼を言っていいのか。いやな、せっかくこの二人また会えたのにね。サユリさんって人はこう、親子に行っちゃうんでしょう。きついよな。言うな、俺の方だ。これはトラックの性能に頼って一人を呼ばれる話じゃん。トラックっていうか、車ってそういうもんじゃない、まあ、トラックに大事なものを積み出せてさ。それに気づかせてくれたのがサユリだったんだ。これ一から見直せ。今はまだどうしたらいいかわからないけど。でも俺、いつかきっと天下一のトラッカーになってみせる。あなたならきっとなれますよ。私遠くから応援しています。いいですね、この感じね。この音は完全にトラックのクラクションっていう理由かな。まあいいや、そういうこと言っちゃダメか。辛いこともあるだろうけど負けない、頑張れよ。あんまり泣いてばっかりじゃダメだぞ。はい、私日本を立つ前にあなたに会えてよかった。ジョジョもなんか最後の方こんな感じでしたよね。あの一部。ごめんなさい。これで一つ終わったわけか。ということは、この動画はちょっと無駄になっちゃうな。作ってたけど。まあいいや。で、終わったんでどうせだからこうか。終わったんでね。回線もね、やっていこうと思います。一応報告ということで。今度大阪なんですね。どうだい、話は。あ、蝶ちゃん。帰ってくるな、やれてるわ。なるほど、今回の主人公というのはジョージ・カニサキ・ジョージという方ですね。最近話題になっている凄腕トラッカーね。結構テクニカルですよね。喉から手突っ込んでくるんでしょ。喉手突っ込んでんじゃない？まあいいや。強いジョーちゃんって素敵。そうそう、社長が探してたわよ。もう何しに来たの？私が慰めてあげるからね。多分調子いってるはずなんですけど。社長ちゃん、あ、妹さんが得意だっていうのが判断だったんですね。あんちゃん、何一人でブツブツ言うてんねん。なんか車のトラックの上の屋根の上にね、カニ型のあれだ。うちはカニ先運送や、トラ先運送やない。トラが好きやったら頭トラ狩りにしたらええんや。あん
ちゃんなあ、梅さん怪我して人手が足らんねん。そろそろしっかりしんや。どこがしっかりしとる言うの。アホは死ぬまで治らへん言うからな。どっちの方なんでしょうね。ミリケンさんに代わってうちのあんちゃん難航に沈めたのか。もう本気なのかギャグなのかわからんよね。バカ、お客たいお時間や。倉庫の荷物届けといてや。仮デッキ外したらあかんよ。としてはトラックが能面 の, あの後ろのペイントをしたのでトラックが走っていて、それがこう鬼の巻き側に走ってくるという感じかな。軽くブロックしてくるという感じですね。にしてもこの柿崎さんの車でっかいね、かっこいいわ。内装もね、金色で統一してるのかな。金色系で統一してる。全然金ピカではないんだけど、これはすぐ連れてくるんですよね。トラのマークなんだね。しかもこれまでこのボールが好き。これだけのトラックが逃げられるとは、あいつじゃない。何もない、ほんとね。おっと、ちょっとこれで一回終わりにしようか。いや、また次回。